よりなんせ江戸時代からタイムスリップ、アリンスこと花魁の上月さくらでアリンス。主様たちは江戸吉原の遊女がどんな食事をしていたか知っていますか？なんとなく豪華な料理を食べてそう、いやいや逆、質素な料理を食べてそうと、いろいろと想像するところはあると思うけど、実際はどうだったんでありんしょ。ということで、こたびは江戸吉原の食事事情遊女編をお送りいたしんす。今回は吉原遊女の食事風景、そして食事の内容の2つに注目してお話ししていきたいと思いんす。チャンネル登録お頼み申しんすえ。食事風景では、吉原遊女の食事風景というものはどんなものだったか見ていきんしょう。まずは朝食からでありんすね。上級の遊女の方々は2階の自室に料理を運ばせていました。下級の心臓やあとカムロに関しては1階の広間の細長い机の上で並んで一緒に食べていました。実はこの朝食の様子について下作錦の裏という書物に詳細が書かれています。前世の花魁の部屋に妹分の振袖心臓などが集まり、朝食を取る場面がありんす。そこで遊女たちは、今朝の惣菜はなんだ、確か芋に油揚げでございますよ、恐れ入りね、謝りんすなどと口々に疲労の不満を言っていした。つまり江戸吉原の遊女の食事というのはとっても質素なものでありした。ご飯は盛り切り一杯だけ、もう育ち盛りのカムロなんかはいっつもお腹を空かせていした。じゃあなんで吉原の遊女たちは豪勢なものを食べてるというイメージがあるかというと、お客様が食べる料理というものがありんすが、それに関してはとっても豪華なんでありんす。だからそれが一人歩きして遊女のご飯は豪華というふうに思われているのかなと思いんす。常にお腹を空かせてる下級遊女のカムロだったり心臓は、この豪華な食べ物の残り物でありんすな。それをこっそりと拝借して翌日の朝食や昼食の時に煮て食べたりしていました。こちら下作の有志語源に様子が書かれているんだけど、袋戸棚に隠しておいた刺身を取り出して、火鉢の炭火の上に乗せた金網で焼いて、七味唐辛子を振りかけておかずを作るという場面がありんす。いやー、想像するだけでよだれが垂れてしまいそうでありんすよね。なんで朝食と昼食のお話をしたかというと、夕食なんだけど夜店、要は夜の営業が始まってからだとゆっくり食べる時間がなかったから、営業時間の合間合間でちょこちょこつまんで簡単な夜食をとることしかできなかったんでありんす。食事の内容では次に食事の内容を見ていこうと思いんす。こちら大正に書かれた光明に恵む日という書物によると、朝食、泊まり客が帰ってからご飯に味噌汁と漬物だけ、昼食、夕方4時頃ご飯とおかずは大抵煮しめだけ、たまに魚や海苔がつく、夕食、夜11時頃昼間の残りの冷や飯を食べる、おかずは漬物だけだがたくあんすらない時もあったというふうに書かれていんす。つまりとても質素な食事でありんすね。以前にもお話しさせていただいた梅本屋事件でありんすが、そこでも少しだけお話しさせていただきんしたが、梅本屋の食事内容がこれよりももっとひどくって、腐った漬物、お茶漬けばっかり、あとひどい時にはご飯なしっていう日が続いたり、本当にひどい様子でありんすよね。まあ、ただ吉原の遊女が全員お腹を空かせていたかというとそれもまた違くって、今お話ししたのは吉原の下級遊女の食事内容でありして、もっと上の花魁とか上級の遊女の場合は様子が違っていました。基本上級遊女たちはお店からもらう料理ではもちろん足りないんで、出前を頼んで
お腹いっぱいに食べていたり、あと夕食でお腹が空いた時とかは行商人、要は歩きながら食べ物を売ってるような方々でありますね。そういう方を呼び止めて枝豆とか卵とかを買ってお腹の足しにしていました。吉原は深夜になってもこの行商人という歩く食べ物屋さんがたくさん行き来してたんで、そういう意味では食事には困らなかったでありす。いかがでありしたか？白いまんまが食べられるよと言いながら吉原に売られてきたのにもかかわらず、満足にご飯が食べられた遊女というのは一握りでありした。まあ質素な食事だけならまだしもね、腐った食べ物を食べさせるなんていうのはちょいと人道に反してるとあちきは思いんすね。この YouTube では江戸時代からタイムスリップしてきた吉原のおいら上月さくらが江戸吉原のことを解説していんす。それではまたのご登録お待ちしていんすえ。おさらばへ。本日もご登録ありがとうございました。またのお越しをお待ちしていんすえ。